お疲れ様です。お疲れ様です。渋谷駅前の公開スパーリングが終わりました。終わりました。誰こいつ。久しく久々に戦ってみてどうでしたか。いや黒川さんね強かった。絶対スパーリングだと思って初心者だしどうしようと思ってたんだけど、はい、で普通に経験者じゃんみたいな。いや強かったっすよ。うん、うん、痛いっすもん足とか。普通にどこまでなんか力を出していいのか。でもちょっと普通に動かなきゃ、うん、なんか練習してみたいですね。いやいや経験者の動きだった。そうですよね、うんうん、えっと思ってびっくりした。普通に路上じゃあの人にあの素人じゃ負けない。素人じゃ、まあ、絶対あの人に勝てる人いない。確かに、うん、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。See you.